立川運平から1936年1月24日は日本の政治家、弁護士。破壊に登場する市村大義士のモデルと言われる。1857年、淡路国見原軍立川瀬村で立川伝平の長男として生まれる。伝平は百姓出身だが足軽の株を買って須本に移った。運平は須本の犯行を経て、 1871年、徳島市販学校入学。1876年、京都へ留学。岸田敏子、小室信介など民権派の人々と交友関係を深める。1881年、明治法律学校入学。1882年、大元人試験合格。翌年、郷里で弁護士事務所を開業。あとに、 長野県北作郡岩村田町を今塾に今日移して、長野県会議員や衆議院議員を務める。また、人気中政府の社会主義弾圧を批判する活動を行い、作地方の自由民権運動を指導した。1909年、土上法改正議員行で逮捕され、議員辞職。1913年、大連に弁護士事務所開設。1919 19年、 大連市会議員当選。1921年大連市会議長に就任。1932年淡路島に戻る。1936年1月24日死去。ありがとうございます。